政府辺野古の地元,復興地元振興支援へ、えー、産経が今日一面トップで報じていますけれども、はい、政府がアメリカ軍普天間飛行場の辺野古移設をめぐって辺野古の地元振興支援に乗り出すことが分かりました今月中にも日米交流事業など第1弾の支援策を地元代表者に伝える予定であります、まああのー、本当はこの 地元の市がですね、お金を受け取って、それで振興策してくれればいいんだけど。肝心のこの、あ、稲嶺市長。名護市、え、が反対してるもんだから。あの、うまくお金が流れないと。で、その、く、まくというのがあるようですが。まあ、行政。くし、くと、くしのさんく、くべくとかですね。そうですね。くべさんく。くべさんく。はい。 えー、ここに直接政府が補助金を流そうと、はい、いうことですねうんあのこれ、地元で取材したことがあって <laughs>、はいえー、商工・社工業組合の理事の飯田さんという方にお話を伺ったことがあるんですけれども、はい、やっぱりそのお名護の市街地というのが山を越えた反対側にあってそっちに。 はお金流れるんだけどなかなか地元にお金が流れてこないというような政府はその辺野古で日本一のまちづくりを進めるって約束したんだから、えええー、お金が流れてこないと逆に死活問題になるんだという話をされていて、ええええ、ちょっと地元に住んでる人とそれ以外とっていうのはまた意見が分かれるようですね。 お反対してる人が非常に多いっていうような印象特にまああの。お 左のこの辺野古移設反対派の新聞を読んでるとそういう印象があるんだけど実はあの地元は必ずしもそうじゃなくてむしろこれを機会に地元侵攻を考えようっていうそういうい意見もあるとでもお金がないとそれをあのまあ今度初めて侵攻に関する懇談会って言うんですかこれ国ですからね国とその市の中の区が。 こういういんな中をやると、うん、まあだから言え、死をいわばスキップしてそういうことにするっていうことなんでしょう、はい、で何使うかっていうと、うんえー、アメリカのシュワブ所属の米兵とのイベント開催などの日米交流事業、はい、それから交通安全対策、うん、まあ米兵事故多いから、はい、それから集会所の拡充改修 まああのこうやってお金であのなだめようとするのかと、必ずこういう批判は出るのかもしれないけど、はい、まあそれは地元としたら、それはまあたまらんよねと、それはぜひ欲しいっていうことなんじゃないんでしょうかうんなかなかやっぱ過疎の住んでるところでもあるという、いずれにせよ、まあ、非常にあの異例なことだとは思うけれど、この久米の3区には直接に政府が、うん。 この基地周辺対策室として出すと、はい、いうことですね。はい、はい